演舞開演。まあなくはないと思います。入れ終わりました。だから普通のお酢と違って何黒い色が中心になっていますね。では飲んでみたいと思います。いただきます。普通のお茶だと苦味や甘みがよく出ますが、これは雑穀で煎ってあるので香ばしさが強いですね。香ばしさが強く、緑茶や食事系とよく合いそうな雰囲気があります。甘味よりも食事に合わせることを意識したのかなかもしれませんね。出がらしの雑穀も意外と歯ごたえがあって噛んで美味しかったです。ああいうの苦手なんですけどね、本当は。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。これでうまく体を掃除したい。塩分減塩。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。